今私は渋川市中之条町入山にある茶つぼみごけと穴地獄に来ています。茶つぼみごけは苔類の鱗ごけ目つぼみごけ科に属し、学名をユンゲルマンニアブルカニコーラと言います。強酸性の温泉水が流れる場所に育つ珍しい苔で、ここは国内最大規模の群生地です。この場所は穴地獄と呼ばれ、元は白根火山の爆発でできたすり鉢状の大きな穴で、硫酸酸性泉の20度 C ほどの光線が流出し、動物が落ちると出られなくなって死んでしまうことからこの名がついたと言われています。現在は平地となり、当時の面影は残っていませんが、太平洋戦争末期昭和18年4月に日本公館が工業権を取得し、群馬鉄山として採掘が始まりました。そしてこの鉄鉱石を運搬するために、現在の JR 吾妻線が渋川駅から長野原草津駅を経由し、大石駅、現在は早駅まで設されたのです。鉱山は昭和41年3月に閉山し、その後日本鉱館の保養地として管理されてきました。平成23年10月国地区が日本で最も美しい村連合に加盟しましたが、赤岩集落のぞり子と合わせてこの茶つぼみごけが加入要因となりました。平成24年3月茶つぼみごけを含む48万5350ヘクタールの平方メートルの土地が中之条町に無償譲渡され、この貴重な自然遺産を未来に残していくために保護管理の取り組みが行われています。が案内板ですね。で、今ちょっと場所を移します。案内板にも書いてありますように、強酸性の場所にしか生息しません。で、この茶つこの苔は緑の苔なんですけども、この苔はここ入山と、あとは阿蘇の阿蘇山にしかないそうです。日本ではこの2箇所しかないそうです。今ここに立っていると硫黄の匂いが強烈にしてきます。これが中之条町入山にあります茶つぼみごけです。強酸性の土壌にしか生息しない苔です。日本では阿蘇とここだけだそうです。電車で来た場合は長野原草津駅で下車タクシーを使うか、草津温泉駅まで行ってタクシーを使うかしてもらうと近いです。
住所は中野城ですけども、一番近いのは草津温泉からタクシーで来るのが一番近いです。以上、レポート終わります。